はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはバナモンスターというカテゴリーご存知でしょうか。あのトラップカードで、あのモンスターになれるモンスターっていうのが、まあ、いくつかいるんですよ。まあ、例えばね、あのカースオブスタチュー、ソウルオブスタチュー、まあ、狩猟ゾーマ、メタルリフルスライムあたり、まあ、こういうモンスター結構有名だと思うんですけども、まあ、この辺のモンスターをですね、今日は使っていって、トラップモンスターデッキ組んできました。まあ、これあの視聴者さんからリクエストがありましてですね、あのトラップモンスターでビートしてくれっていう、そういうまあリクエストがありまして、まあ、これだったら多分組めんじゃねえかなと思って組んできました。デッキの中の永続トラップカード30枚となってます。はい、デッキの中のトラップカードというか永続トラップカードですね、永続トラップカードが30枚となっております。はい、今回はですね、この永続トラップカード扱いとしても扱う、そのトラップモンスターを主軸にしてトラップモンスタービートをしていきながら、サモンリミッターと、マクロコスモスで嫌がらせをし、セットカードを天国で守るというクソみたいなデッキを作ってきたので、今回はこちらを使ってね、ランクマのお友達に、嫌がらせをお見舞いしていこうと思ってますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。真っ赤っかなんだけど、真っ赤っかなんですけど、真骨頂出ましたね。永続トラップカードデッキ真骨頂、手札真っ赤っかっていう。オッケーオッケー、これでもなんか来てるカード強いですね。マクロ直命、しきたり、土蔵ゾーマなんで、これかなり強いですね。普通に魔法カード無効にいきますし、あゼロはいいや、魔法カード無効できるし除外できるし、永続トラップ破壊されないし、これめちゃくちゃ強いんじゃないだ。エリアゾール効果、はい、オッケー、あー直命で。さあ都合よくリミット1カード初対引いていく。さあこれは厳しい、戦闘機デッキ直命には非常に厳しいんじゃないか。これ直命どうやって突破するんだ、あれ相手わかんねえけど。ちなみにこれで速攻魔法ツインツイスターって言われたら、大きいのしきたりって言えばいいんで、あるらだ。いやいや入ってないよ、入ってない、入ってない、なんかそのヘリオスとかいうやつ入ってないから大丈夫。これ今回無効にするだけで、発動も無効にするわけじゃないんで、マクロコスも残りますんで、あまり関係ないです。ギンってなって、でエリアジェラの効果無効になって、で戦闘機デッキは死亡するということですね。まあでももしかしたらレイビートすればジャミングウェーブ、なるほど、あーじゃあ、クモイン用の土蔵発動して、でクモイン用の土蔵発動して、これであてか結局無効か、これ無効やったわ、関係なかったわ。直命の効果忘れてた、俺が直命の効果を自分で発動して自分で忘れるのありません。結構直面発動した後になんかやっちゃうんですよね、なんか割とこういうの抹殺意味ない。さあ意味がない、まあ一応マジックカードを墓地に貯めておくことは必要か。でもさあ抹殺の効果もあるが、ただ墓地に貯めることはできない、マクロコスモスで。これは厳しい、戦闘機デッキ完全積んでいる。さあ増殖する地、何一応破壊色モンスターモードがあれ多分機能しないから、白ゾーンまで破壊しましょう一応。狩猟ゾーマで特殊召喚、さあ狩猟ゾーマが特殊召喚成功した場合、クモン用の土蔵の効果、さあ増殖する G を破壊していく。さあ消えていった、増殖する G さん完全に消え去った、これは厳しい。戦闘機デッキ完全に積んでいると言っても過言ではない。さあこっから700ポイントの大ダメージを受けて、狩猟ゾーマビートっていう最強のあのビートダウンが始まりますよ、これ、はい、これが伝説に効く噂の伝説ムーブ、狩猟ゾーマビートです。はい、これ素人ゾーマンでビートダウンしてると勝つっていうね、ええ、伝説の。これガチで素人ゾーマンでぶん殴ったら勝てんじゃねえ、これあと何回、これ1800割る、あ6200割る 1800x、 わかんねえや、4回くらいか5回くらいか死んねえけどよ、580、5回くらいか、5回殴れば勝てる。なるほど、ソウルオブスタチューの効果と、ソウルオブスタチューの効果によってこのモンスターを特殊召喚し、特殊召喚に成功した場合、クモン用の土蔵の効果発動、クモン用の土蔵の効果により相手の伏せカードを割っていく、バゴーン。強ー、最強だ、なんて強いんだ。これなんかわかんねえけどさ、これ戦闘機デッキにさ直命をなんかその絵の回答とかってなんかあんのわかんねえけど、まあでもアクセスとか出せればいけんのか、一応アクセスとか、まあ、出るかわかんねえけど、そのモンスター破壊されるしね、
あのクモンヨとかもそうなんだね。なんかリンク数伸ばせんのかな、なんか相手のモンスターパクってリンクしていくイメージなんで戦闘機って、なんかあんまりリンク数伸ばせなそうな気がしますけどね。まあ、一応トルネードドラゴン出しておきます。一応トルネードドラゴン出しといて、で相手のね、魔法トラップをガンガン割っていくスタイルでいきましょう。はい、直命、なんか直命のさを発動しておきながら相手の魔法トラップをガンガン割っていくのが迷惑じゃん、これは迷惑でしょ。でオーバーレイユニットを1つ使って相手の背を割っていく。さあそれ何ですか、破壊されて除外されてテラフォーミングでした。なるほど、ではターンシードで。ガン刺さってる、ガン刺さりきてる、悔しいでしょうね。フュージョンデスにそりゃ魔法カード、悔しいでしょうね。悔しいでしょうね。これが俺のファンサービスよ。そして誰もいなかった俺のターン。このゲーム神ゲーすぎん。あードローソース引きてえな、ゴードンかなんか引きてえな。とりあえず強欲で謙虚な壺を発動、強欲で謙虚な壺の効果にあって、うわ弱い。あー天国が来た、じゃあ天国か、天国さん、天国さんしかないか、天国さんだな、天国さんで、ね、あのセットカードをね、あの必死に守っていくスタイルでいきましょう。天国ローの効果発動、天国ローの効果によって、次のターンの終了時まで俺様のセットカードは、まあ俺様というかあなたもだけど、お互いのセットされたカードは効果では破壊されない。これによって、このトラップカードたちはハープの羽ぼきまたはライトニングストームといったそういったカードから守られる、まあ、天国の王を見せつけて4枚セットするデッキ、ろくなデッキじゃないっていう説もある。正直あー双剣か、了解した、まあ、特にねやることは、まあ、マクロコスモス一応発動しといた方が良かったかなっていう気がするけど、で特殊召喚してくるのはもういいや、はい大丈夫です、特に何もありません。一応赤潮バランスまで来たとしてもあのセットカードは破壊されないんではなんとかなるでしょう。まあ、マクロコスモスは破壊されちゃうかもしれませんけどね、開いたら。まあでも別にいいや。はい、剣読みしてトークンが出てくるという効果、特に今のところ相手のそのなんかカードの効果の発動とかそのシンクロとかそういうのも、まあ、妨害する効果全くないんで、なんここでねマクロコスモスを開いて、で相手のまあちょっと石章とかあたりを止めていきたい。まあ龍炎いるんだったらここで招福出してあのマクロコスモスをバウンスしてくるっていう可能性はありますけどね。さあどっちを出してくるんだこれは。さあとりあえず除外されるのはいいな、バフィアでドローはされねえ。招福、まあ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 、でマクロコスモスはバウンスしてくるということですね。まあマクロコスモス君はまあ一応仕事したということにしましょう。さああとは資料ゾーマとスタングレーしかないぞ。俺の盤面弱すぎだろ、ふざけんな。さあ龍炎来た、龍炎もしっかりと握っていく。龍炎の効果で、手札からなんか何らかの源流属を捨てて、特殊召喚することができる、いいだろう。これでバロネス確定ですね。まあバロネスったら割れないんで、あのセットカードを、まあ、なんで、まあ、割とまだ悪くはないですけどね、無効にされますけど一回。まあ、これはねあのスタングレイっていう史上最強の壁を出して、でスタングレイの効果を無効化させて、でスタングレイの戦闘破壊体制でなんか守ってもらおうかなという気はしてるんですけれども。さあバロネス君どうしますか。あリュウエン君のここで1200万はいいでしょう。ワンキルは多分取られないですね、一応まあこんだけいるんでトラップモンスターが、まあ好きなタイミングで出せるんでね。流走権限、なるほど、相手もなかなかぶん回ってんな。でこれでもう次のネクスト龍炎ね、ネクストバッターサークルに龍炎が立つと。なるほど、まあ次のターンで翔炎も来るかもしれないってことですね。でバロネス君の効果を使う、あバロネス君の効果を使ってもそれ破壊できないよ、大丈夫、これはもうスルーでいい。天国の王の効果を忘れているようだな、天国の王の敵と読むことだな。私のセットカードは効果で破壊されない。何あいつ強くねえか、反動ふざけんなよ、やばくね、さすがにこれ資料ゾーマ発動してる場合じゃなさそうだけども。まあまあ、オッケー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 。いや、全然テキスト読まんやん。テキスト読もうぜ。ちょっと天国の王者のテキスト読もう。
セットカード破壊されないんだって。どんだけテキスト読まんこいつ。最低限テキストだけは読んでほしいですね。知らないデッキでも。なんか脳死で双剣使いにありがちなんですけど、脳死で双剣使ってるやつ大体テキスト読まんっていう。これどっかでバロネスの効果使わせたいしね。バロネス君これさすがにさ、スタングレー発動したらこれ使ってくんねえからバロネス。ちょスタングレー発動し、スタングレーこれ発動し、オッケー発動できる。無効にしてお願い。無効にしてしないよね。まあでもしなかったらしなかったら結局戦闘では破壊できないんで、こいつはまあ壁にやりますから、まあいいでしょう。はい、だったらさっきの2300受けるしかなかった。まあいいや。スタングレイは戦闘破壊対策持ってますんで、一応最強のトラップモンスターと言われています、俺の中で。で一応バロネスの効果も使ったから、破壊もされないし、エンドフェイズ、まあ、じゃあ、シローゾーマ発動する。まあこれなんか余計なことせんと、ここでどっかで無効にしてくんねえかな。あの天国出したいんですよね、できれば天国出したいんですけど、天国を無効にされると言ってほしいので、これはでもこれ最後の最後、これ無効にするでしょ、これ無効にしてくんない、無効にしてくんない、これ無効にしようぜ。これバロネスちゃんどう、しないんだよね。くそあいつ全然釣られねえな。じゃあレベル4のモンスター2体でオーバーレイするしかないから、これどうせ発動しても無効にされるから、これキャンセルですね。でレベル4モンスター2体でオーバーレイしてバロネスショルカ踏んで、でまあ展開していけばいいんじゃないでしょうか。何らかの効果は、発動できそうですね。相手の優先権渡ってるんで、まあ、増人とかですかね、まあ、増人とかだったらまあ全然いいんですけど、これあれか、ホープザライトニングゲーか、これホープザライトニングゲーでこれバロネス初代だもんね。レベル4のモンスターに対してオーバーレイ、エクシェンジ召喚ナンバー39、希望ホープ、希望ホープの上に重ねてオーバーレイとか再構築、エクシェンジチェンジ、カオスエクシェンジチェンジナンバー39、希望ホープレイ、さあ希望ホープレイ一体でオーバーレイネットワークを再構築、我が戦いはここより始まる、白き翼に望みを託せ、エクシェンジ召喚現れよ、希望ホープザライトニング、うおー大正義。バトルフェーズ、ライトニングはバトルする場合相手は効果を発動することはできない、ライトニングの効果発動、打点を5000にしていく、うおーホップ剣シャイニングスラッシュ、オーケー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 、バロネスちゃん処しましたよ。さあ圧倒的バロネスに何もさせず処することができた。さあこれによってカードを1枚セットし、まあアーゼウスになれないのがちょっと痛いですね。ホープザライトニングさんはライトニングさんめちゃくちゃ強い効果の代わりにあのエクシストにできないっていう制約があるんで、これで、アーゼウスを重ねることはできません。さあマクロコスモスの効果を発動、マクロコスモスを発動し、そして、発動したことによって天国の王の効果も発動していく。天国の王はセットされているカードが発動するとこのカードを特殊召喚し、そして、デッキからマジックトラップカードを1枚をセットすることができる。龍炎、これ多分ねバロネス1枚なんじゃねえかなっていう説あるよね相手。まあちなみに天国の王でセットしたカードは次の、エンドフェーズにどっか行っちゃうんで、まあ壺系でセットするのが一番強いと言われています遊戯王界隈では。さあエクレシア強え特殊あ強え、ちょあいつまあでも除外されたらまだいいか。マクロコスモスは割と触ってはいるね。何出してくるんだこれ、めっちゃ爆薬か。でも龍炎みたいなのしかな。でこれはあタイヤなんだ、タイヤね、オッケー。でタイヤでゲームから、何らかのカードを除外することによってトークンを生み出すことができる。でこれでまた8シンクのができる石章ですかねこれ。1回、まあ、一旦石章な気がするな。で石章でドロー、あー間違えた、サーチ入って、これバロネス入ってんのかな、2枚目入ってないと嬉しいな。まあ照英とかクリブレはやばい。レベル5以上のね、モンスターを召喚特殊ができないっていう効果を一応戦闘破壊をすることによって起動することができるんですけども、まあ今のところでも戦闘ができそうにないですけどね。ホープザライトニングさんは打点が5000になりますし、まあ龍炎さんのでもこれ龍炎さんであれですか、照英さんが出てくるやつですかね。これ聖獣戦隊銀河も出てくるやつ、これ
銀河マンきついな。あ、セット、なるほど。これクリムゾンブレーダーじゃなくて赤章の方が強そうだったけどね、個人的には。で、トークンとタイヤでシンクロ、ああ、違うわ、リュウエンとトークンでシンクロ、ショウエイ。46はでかすぎるでしょ。46はでかい、さすがに。46はやばすぎる。え、なんかこれさ、破壊耐性も使えなくね、これ。これやった。え、やったんだけど、マジ。やった。なんか翔へ死んでった。ライトニングさんの効果、殴られる時も発動しますよ。やべえよ、全然こいつテキスト読まんやん。ライトニングも知らんのかな。え、ライトニングはさすがに知ってると思うんだけどな、普通の人間だったら。まあいいや、なんか知んねえけど耐えてるぞ。で、ゴードン発動する。で、ゴードン発動してめっちゃ除外してカード2枚ドロー、めちゃくちゃ弱いな。で、これ攻撃表示変更するんだろ。で、バトルフェーズ入るしかないですね、これ。やることな、やることなすぎ問題発生。どっしかというとクリムゾンブレーダーか。勝負は別にどうでもいいな。勝負は結構どうでもいい。で、これでメイン2入って、あ、でも勝負あれだっけ、なんかあの自分のカード破壊してなんか墓地のモンスター蘇生するみたいな効果あったような気すんな。俺もテキスト読んでねえよ、俺もテキスト読んでなかったわ。多分、まあでもそれ、その効果使ったところでそんなにヤバいこと起きない気がするけど。まあでもとりあえずね、サモンリミッターっていう最強カードあるんで、まあ、サモンリミッター開いて相手の心を折っていくスタイルでいきましょう。サモンリミッターはね、お互いのターンにね、何特殊召喚できるこのトラップデッキとは意外と相性がいいんですよね。あの展開そんなに困んないんで、2回ずつ特殊召喚していけば。さあ、勝負の効果でセットカード叩き割って墓地のモンスター特殊召喚できるが、やるな。完全に勝負を割っておいた方がよかったな。さあ、墓地の何らかのモンスターを蘇生していく。双剣暗転ね、オッケー。双剣暗転、あ、これやばい。これ、除外されたからこれ、トークン出るやん。マクロコスモスとのコンボが決まっている。やばい。まずい。やばいやばい。まあ、でも、チューナーでよかったわ。チューナーでよかった。チューナーでよかった。で、チューナー出てきて、チューナーとチューナーで何もできない。で、エクレシア効果で除外して、また、デッキから何か出てくると。で、ここでサモンリミッターをぶち込んでいくと、もう2回特殊召喚したので何もできなくなる。さあ、ここでしっかりと最強のサモンリミッターを発動。このカードがフィールド上に存在する限りお互いのプレイは一旦に2回までしか召喚、特殊召喚、反転召喚をすることができない。これによって相手は、トークンを出すか、または、エクレシアのここで何かを出すか、この 2枚どっちかの効果しか使うことができない。これは厳しい。さあ、天国の方の3000盾を抜くことができるのか。さあ、アズレーンとスタンレーもいる。これは強いぞ。これは非常に強い。これは相手ターンに特殊召喚をして次の自分のターンでエクシー召喚をしていけば、もうあとは相手は虫の息、メインフェンス終了前何もできないはずだ。来た来た。まあ、両方とも発動しておきますか。まあ、とりあえずスタングレーの効果を発動しましょう。おっと、これはサレンダーか。サレンダーだ。あー、悪くはないんじゃない、反動的には。まあ魔法カード通ればなかなか強力な場面ではあるか。先行が欲しかったな、これ。先行クソ強くね、この反動。先行だったら最強反動じゃん、これ。マクロサモンリミッター、クモイ王にドロソ2枚ってさ、圧倒的最強反動でしょ、これ。さあ、金満で謙虚な壺を発動し、6枚除外、なるほど。金剣。なんだこれ。すげえカード、めくれてんな。なんか、罠封印の呪符とかいう、なんか、封印師名声が自分のフィールド上に存在する場合に発動できる最強カードあるじゃん、これ。フィールド上のトラップカードの方が発動できる。やばい、フィールド上のトラップカードの方が発動できる。強っ強っ、やばい、謎の名声来た。あ、名声だ。え、名声じゃん。やばい、デッキと当たってるんだけど、なんか伝説の名声ビートみたいな。で、名声一体でリンクスパイル、オーケー。リンクスパイル、リンクスパイダーの効果で、手札から通常モンスターを名声出てきすぎだろ。名声どんなに出てくるんだよ。名声と
リンクスパイダーでサイフレームのドラムだ。目する死者はで名兵生を蘇生わ、名声過労してるぞ。え、で、あれセレーネ、なるほど。でカウンター置かれていく。あ、マジックカードは都合よく様あるんですか。なるほどですね、なるほどですね。え、これもしかして名声を特殊化するのか。まさかの名声だ出た、笑うウィンド銃、魔術師の右手。一旦にして自分のフィールド上に魔法戦闘モンスターの場合、相手が発動した魔法カードここ無効にして、これまさか、まさか魔法カードトラップカードを両方とも無効にされたのか。俺はまずい、何もできない、やばいぞ。トラップカードのことを取り入れ、フィードトラップカードのことを無効化される、やばすぎる、やばすぎる、やばい、やばいことが起きている。そうだよな、魔法カードの、まあでもこれは一応強制だから2回打てば1回は取るか。つまり合計発動して、これなんか俺怪盗だ入ったっけ。え、派手暴起とか俺入ってないよね多分このデッキで。ゴード発動するでしょ、一応2枚ドローするか。赤いのしか来ない、赤いのしか来ないと、これは済みましたあれあれおかしいな、こんなに手札がいっぱいあるんだが、なぜ俺はどのカードも発動することができないんだ、おかしいぞあれ魔の試着部屋やばいってやばいって、このデッキやばいわ。お、令和だぞ今。なんで名声ビート使ってんの、やばすぎ。あー、全部無効化されてる全部なんか立ち入り禁止のマークついてる、やばすぎる。やばい、名声過労死デッキクソ強いやんけ。